皆さんこんにちは。酒飲みの我が調理師が魚を下ろしてみたら今日はやってみたいと思います。調理師です。調理師免許ちょっと埃かぶってるけど、調理師免許、はい、山口元重太郎1年もう亡くなっちゃった人ですね。はい、じゃあこれが私が調理師である証拠でございます。で今日買ってきたのはアジを下ろしてみたいと思うんですけど、包丁がね、アジならこれで、では、刺身包丁、でかいやつだ、これこうやっていくけど、まあ酒飲みながら、だからグダグダ適当に見てってください。刺身ならどうやったっけ。まあまず殻をか、で、頭を落とします。まあ刺身は一応でっかい方でやるか。うやつちゃんと研いであげます。こいつをこの辺からもうちょいちゃんと落として、で、まず殻を割る。実はこういうわたわたしたやつが、お、白子だ、白子が出てきた。清掃だね。ちょっと説明言いづらいことがあるから、まあそれ検索して調べてください。赤ちゃんの音だね。もうちょっと腹上がって試合なんかを切ってと、久しぶりでちょっと今日全然下手くそだ。よし、いった。はい、ここで背骨が一旦見えるか上に行って、んで、アジの場合こっからもうこれでザクザク切れるから、本当に今日手切りそうな。んで、この上の方からもうちょい行けるか。下手したら血みどろのやばいの取れるじゃん、大惨事が。で、これが3枚におろすってやつだね。あんま近寄ると切れるかもよ。1枚はい、これで3枚で一応おろしたことになる。で、こういう中落ち、ここについてるようなやつは中落ちってやつで、これがうまいんだよね、実は。一旦まな板だろう。で、はい、お、よい子は真似しちゃダメだよ。はい、お、ほら、なんか見る状態でしょ、スーパーとかで。だからさっき鱗取らなくていいと言ったんだと、ベリーがやれるから。じゃあ同じようにもう一枚の方もやってみよう。これでボコボコだからおかしいこと。なんかあんましゃべりながら飲んでないからいけないんだ。そう、飲んでないからダメなんだ。飲もう。まあ、1個でいってしまおう。あ、いやいや、雑。あ、いける。はい、雑。まあ、こんなもん。雑。はい、これで切り、一個できましたと。雑。
免許持ってるんですか。あるじゃん一応。偽造だけど。偽造かい。取らない。免許持ってるんですか。いやでもこれ偽物じゃない。偽物か。酒が足りてないんだろ。手元にあるっちゅうねん。酒が足りてないんだろ。足りてないんだな。でもさ、酒は何本あっても、酒は何本あってもいいんだぞ。ああ、そうか。切れてねえし。こういうの、こうね、こういうやつ。ああ、あるね。締めのね、パックに入ってる、ねうんうん。あれか。うん、てか、普通、玉ねぎ、ネギでやるもん。これは白髪ネギって言って、白ネギをこうやってつながってるし、こうやったら白髪ネギっていう、まあ見えなくはないでしょ、あれに大根の剣に。これはこれで薬味になるやつ。スパイスで、うそ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 う、本気でやばいぞ。もう適当に切ってきます。本当は右手用の包丁だから、こうやってさっさっさっさやっていくのが普通なんだけど。あ、そうか、うん、難しいんだね。上に、その上に酔っ払ってるからね。だから本当はちゃんと切ろうと思ったらこうスッてこう、そしたらなんか切れてね。もっとスムーズにできるよね。さっ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 てちょっとそもそも利き手じゃないんだこれで、しかもアルチューって手が震えてんだ。え、アルチュー？いやアルチューかもな。アルチュー？ここにちょっと隠し包丁を持ってあげて。この人アルチューです、はい、はい、できました。アルチューが適当に作ったアジのたたき。あら、もう隠し味に先入れんでいい。隠し味はこう、アジだけに隠し味。はい、ちょっとどっか置いてみましょう。そこで座れ。これは何ですか結局。アジのたたきこれをこう、マジでこうハンマーで叩く。よし、じゃあアルチューの男が食べてみた。ガキの頃から、なんかうまくいかなくてよ。もうダメだ、俺何やってもダメなんだ。ダーなやつはしょうがねえな。初めてなのさ、足の叩きでも食うか。僕にしちゃいけないやつが、俺が作ったもんなんて。こううまいのよ。イエイイエイイエイ、デデデデデデ、酒が足りん。ダメだね、酒が足りん。今日はわしゅんの一部にな。はい、やばれてる。どんどんでも、遠くに。